マキシム・ビーク・トロビチ・マリニンは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。2006年、トリノオリンピックペア金メダリスト。2004年、2005年世界フィギュアスケート選手権、優勝。身長187センチ。コーチは2001年まで、ナタリア・パブロワ。以降は、オレグ・ワシリエフ。振付師は、スベトラーナ・コロル。現役時代の活動拠点は、イリノイ州。 しかも、趣味は音楽鑑賞。パートナーはタチアナ・トトミア・ニナ。ロシア語ではマクスイム・ビーク・タラビチュ・マリーニンが近い。2004年世界選手権でのトトミア・ニナとマリニン1981年にスケートを始める。きっかけは両親が学校でスケート教室の生徒募集の張り紙を見たから。ただ、プロのコーチに指示するのが遅れたために、 同世代の他の選手に比べて常に技術で遅れをとっていたと本人は10回している。最終的にエフゲニー・プルシェンコの出現で彼はシングルの道を完全に諦めたという。これが1993年である。この頃、サンクトペテルブルクのクラブからペア競技に転校しないかという誘いを受けて拠点を変えペア競技に取り組み始める。 しかし最初のパートナーとはうまくいかず、1995年にチームは解散。この年のロシア選手権会場のサマラで、当時女子シングルの選手で、国内選手権12位だったタジアナ・トトミアニナと出会い、彼らはチームを結成する。トトミアニナが、故郷ペルミからサンクトペテルブルクに移動した1996から1997シーズンよりチームは、本格的に活動を始める。 ペア転向当初はなかなか結果が伴わなかったが、2000年頃から有力チームとして認知されるようになる。2001年にはロシアから活動拠点をシカゴに移し、それに伴ってコーチもワシリエフに変更している。2002年のヨーロッパ選手権で最初の大きなタイトルを獲得。直後のソルトレークシティオリンピックでは4位に食い込む。ただ、この時点では3位の新ユキアンド 超広瀬白組との実力差は明らかであった。実際、2002年と2003年の世界選手権では、いずれも新雪、新ユキ超広瀬白組の後陣を配して2位に終わっている。この時期までの彼らの演技についてよく、言われたのが、技術的には、上手いかもしれないが、これといった特徴に欠けるという意見であった。しかし彼らはさらにその技術に磨きをかけ、 ついに2004年世界選手権では、新雪超広志博組超を果たして世界の頂点に到達する。この大会では、新雪超広志博組のコンディションが今一つであり、両者が万全の状態で激突したわけではなかったが、彼らの心境が著しいこともまた明らかであった。この時期を境に、新雪超広志博組が怪我に苦しんで万全の調子を、 発揮できなかったこともあり、2000年代中盤を代表するこの2つの最強チームの前世紀はほとんど入れ違いのような形になっている。続く2004から2005シーズンではグランプリシリーズ初戦のスケートアメリカでリフトを失敗して立ち穴が頭部から氷上に落下という大事故を経験するもシーズン後半には見事に復活して2005年の世界選手権も圧勝。 さらに2006年の鳥のオリンピックでも、超単超広し組、新雪超広し組の猛追を横綱相撲で抑え込んで、パーソナルベストの演技で優勝を勝ち取り、アマチュアのキャリアを得た。チャンピオンズ・オン・アイスツアーに参加していたが、現在はロシアに戻って、アイスショーを中心に活動している。シングル出身である彼らは、フリー演技の際、 三頭ループプラス二頭ループというコンビネーションジャンプを飛んだ。現在でも通常ペアでは二つのジャンプをシークエンスで飛ぶのが一般的。このペア以降、コンビネーションジャンプを飛ぶ組が増えた。三頭ループやトリプルサルコーもフリープログラムに取り入れている。ロシアゴラテン本次、マキシム・ビクトロビッチ・マリニン。ありがとうございます。